皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサの自宅からお送りしています。非常に今日はいい天気で暑い2022年10月26日です。今日もですね、いろんなねメールをちょっと本当に毎日のようにいただいてて、返事できなかったりとかね、そういうのがたくさんあるんですけど、ちょっと今日はねいくつか取り上げてなんか笑っちゃうようなのもあったんだけど話していきます。まず最初、疑問というか何なんだろう、まとめてあります。要点で言うと、若い姉ちゃんのケツを追いかけてなんでフィリピン行かなきゃいけないのっていうようなまあこれ結構長いメールで、なんでフィリピンなのって、みんなジジイたちが若い姉ちゃんフィリピンなのケツを追いかけてフィリピンに行く、あるいは移住するなんていう方がね、まあ確かにね多いわけですよ。なんで？男だからですあのなんだろうな、経済格差のなせる技っていうのもあるんだけどね、これ前ね僕のうちの連れ合いのねマリアにもね、こういうなんかメールを読んで僕がニタニタ笑ってたのかな、そしたら何のメールって聞くから、まあこういう内容でね、なんでこの日本人のねジジイたちは若いフィリピーナのね、まあ日本でフィリピーナが働いてる、たくさん働いてるっていうのをマリアはね知ってるわけですね。まあそういうのでまあ追いかけてくるだとかね、いろいろあって、でなんで日本人はっていう風なねメールなんだって言ったら、マリアの言うことにね、え、日本人じゃないじゃないって、アメリカ人の方がもっと多くないみたいなことを言ってて、まあでもアメリカではね、日本ほどフィリピンパブっていうのはそんなにないだろうから、数で言うとどうだろう、やっぱりアメリカ人より日本人の方が多いのかな、姉ちゃんのケツを追っかけてきてるって。まあいいんじゃないですか。まあさっきね経済格差のなせる技なんて言ったけど、これまあアメリカ人でもねそうで、日本人もそうなんだけど、やっぱり自国で例えばね60、65になるじいさんが、僕もその年齢ですけどね、20代の子あるいは30代前半ぐらいの子と知り合えるからさ、これはなかなか難しい。なんかよっぽどの魅力がある人でないとっていうことで、じゃあごく波の人はどうか。まあ波の人でも、まあアメリカと日本今もう経済格差ドーンとついちゃったけれども、まあその、まあ随分レベル低くなっちゃった日本にしたって、フィリピンの一般的な人と比べればね、やっぱり収入いいわけですよね。この前ね、動画で出したけど、月5万円でパラワン島でやっていけるか、なんて、ちょっときついよな、なんて、僕最終的に締めくくっちゃいましたけど、我慢しなきゃやっていけないんじゃない、なんて言ったけど、でも5万円、2万ペソでしょ？約2万ペソって言えば、ここら辺のね、一般的なフィリピン人が、まあ4年生の大学出て、大体普通にもらえる給料と同じぐらいかな。まあ、それで一家でね、生活しちゃってるうちもある。もっと1万ペソぐらいで生活してるうちもあるから、まあ、ね、外国人の生活からすればそれなりに我慢だろうけど、まあ、5万円あれば、なんとかやっていけるのかな。僕はちょっと無理ですけどね。まあちょっとまた話が戻っちゃったけれども、そうやって、まあ経済格差があるからっていうので、お金、この紙幣自体が魅力というよりね、例えばアメリカ人にしても日本人にしても、その人がやってる生活が魅力っていうのもあるから、若い子が来てくれるっていうことですよね。でもその人にね、やっぱり魅力がないとお金ってなっちゃうのも確かだろうし、まあ、なんで、若い姉ちゃんのケツを追いかけてなんでフィリピンだ？これは男だからです。男ってわがままな生き物だから、じじいになってもやっぱり若い子好きじゃないですか。まあ、本当はね、長年連れ添って30年、40年一緒にいとってもう本当に分かり合ってるっていうのはいいものなんですけど、そういう人でもね、たまに魔が差して若い子の方に行っちゃって、バレちゃって熟年離婚な。それもこの前、最近そういうケースもありましたけどね。ねえ。そうそう、マリアに行ったらそのアメリカ人だって多いとかね、いろんな国の人がいると、もう近くでもいますよね。スイス人もいればオランダ人もいるし、彼らの加盟者はそんな若くないか。でもね、平均って言ったらおかしいか、30歳ぐらい年の差
ある人も多いよねなんてことをマリアと話してたら、私たちだって30歳ぐらい違うじゃないなんて言われちゃいましたけどね。若い姉ちゃんのケツを追いかける、これ男だからです。はい。あとね、あ、今ねこの物価が何でも上がってるんでね、物価だって安くないね。で家賃なんかも日本ではね安いところたくさんある。でこのねメールくれたお一人の方はね、フィリピンでもね安いところたくさんあるじゃないかっていうことだけど、まあまず物価で言うとね、うん、上がりましたよね。で日本でもね、一件メールいただいた方ではまだね、卵がスーパーでね10個入って98円で買える、1個約10円。で卵ってあれね、孵化すれば1個の命じゃないですか。それ1個10円で買えるってやっぱこれは異常ですよね。僕その日本の卵の価格ってね最近忘れてたんだけど、フィリピンでもね今1個7ペソ8ペソ約20円で卵1個買えるって、これ安いなと思うんですよ。このフィリピンにいても鶏になるわけじゃないですか、の卵をね、ずっと値上がりしてないですからね。日本はねでも卵安いですよね。あと安いもんは安い、フィリピンで高いって言ったら、あと牛乳1リッターパックでね、だいたいまあ99ペソだから今で言うと250、60円になっちゃうのか。で日本のスーパーだとやっぱり1リッター100円で買えるなんてのも来てたけど、まあ安いもんは安いもんであるんでしょうけどね。まあでも物価相対的に見ればフィリピンの方がまだまだ安いです。だってそうじゃなきゃみんな生活していけないしね。飯食ってますからみんな毎日あとね他の島サマール・レイテだとかネグロスとか行けば安いところがたくさんある。パラワン島家賃バカ高い、そんなところで住む人の気が知れないっていうようなのが来てるんだけど、ねこれ何回も言ってるけど家賃は人気で決まります。例えばねこのレイテに住んでる方ごめんなさいね、レイテのこの町から外れてねちょっと人里離れたところに家がありました、アパートがありました、住みたい人いないですよね。それで安いですよ家賃。これはもうどこ行っても同じこと。このパラワンプエルトプリンセスは人気があるから家賃高いです。他の島そういうところからね引っ越してくる人もとても多い、海外から移住してくる人も多い。なんでか、まず自然災害がない。この前も地震ありましたよね、ルソン島の北部で地震全くないです。台風もまず来ないです。こういうところなんでやっぱり打ち立ててずっと住もうなんていう人はね、やっぱり打ちぶっ壊されちゃうとやっぱり悲しいじゃないですか。あと地震、僕地震大嫌いなんだけど、そういう理由もあってプエルトプリンセサ家賃高いです、土地も高いです。ただパラワン島でもプエルトプリンセサ市から出れば安いですよ、土地。平米何百ペソ、数百ペソで買えるようなところもまだまだたくさんありますが、やっぱり利便性の良さですよね。うちの愛犬パオが随分増えてる。日本でね、言うとよくこの例に出すんだけど、沖縄のね、那覇市って感じかな。パラワン島ってね、なんとなくフィリピン人の中ではリゾートみたいなとことして位置づけられてるんですね、感覚的に。そのリゾートの中で役所から何からね、バイクや車で10分で行ける、歩いて行けるところにもある役所もあるけど、例えば那覇で役所までね、車で5分10分で行けるところで一戸建てのうちです。はい、じゃあ家賃いくらですかって言ったら、高いですよね。ところが、その何、ちょっと都心から外れて、安いとこたくさんありますよね。今自治体によっては人に来てほしいからって、家賃タダとか、補助を出したりとか、あと、限界集落みたいなとこなんすら、もうタダみたいなもんで、なぜ人気がないからです。そこら辺ね、大人なんだから分かってほしいなと思う。家賃とか土地の値段とかって人気で決まります。僕もねフィリピンでいろんなとこ住んでましたけど、例えば最初に住んでたのがマニラのマラテってところのコンドミニアムに住んでたけど、管理費込みでね2万3000ペソぐらいで、今で言えば今のレートで言えばね5万何千になってしまうけれども、今ちょっと高いなと思ったんですけど、でも5万何千円でしょ、
これ日本で言えばね、例えば新宿歌舞伎町のど真ん中に立ってるマンションで、守衛が24時間いて、ジムがあって、プールがあってってところを5万何千。これ20万出しても住めないんじゃないかな。例えばね、その隣でね、マカティなんかにもコンドミニアムたくさんあります。やっぱり2万ペソ、3万ペソでいっぱいあるけれども、あそこはね、オフィス街なんかも結構あるから、例えば日本、東京で言えば大手町とか、ちょっとね、マカティの住宅地の方外れたというか、日本で高いとこったらどこ？白金あたりとかね。あっこら辺と比べてもらえれば、例えば、家賃はい、5万ペソのこのマンションですって、今12、3万円つったって、日本だったら10倍しますよね。だそういう感じで言うとね、フィリピンまだまだ安いし、まあ、場所によってですね、パラワン島がその地方のね、フィリピンだって限界集落みたいなところあるわけですよ。水道も通ってない、地滑りがいつ起こるかわかんない、大雨降れば水が出るってところが、そういうところと比べたら、それは高いです、ここ。人気ありますから、どんどん人口増えてるんです、ここ。だからあんまり嬉しくないことにね、土地が値上がりしたりとか、渋滞したりとかね、本当あんまり増えてほしくないですね。でもやっぱり安全なところにみんな住みたいですからね。うん。あとは、なんでフィリピンに住むんだ、社会保障を考えると日本から出るのはバカだっていうようなの来てますけど、まあ社会保障ね、いろいろ考えるとやっぱり日本はね、セーフティーネットっていうの、そういうのもきっちり完備されてるし、どうしても生活していけなくなったら生活保護なんかもあるし、まあそこまでいかなくても何より医療とかね、国民健康保険でね、もうかなりほとんどカバーしちゃうっていうようなのがありますよね。まあ一部先進医療は別として、月にいくら以上ね、3割負担でも使ったらその分返してくれるとか、すごい手厚いよなっていうのもあるけど、でもいろいろ問題あるんじゃないの？外国から来てなんか保険証をね、外国人が保険証を手にして、それをなんか使い回しちゃってね、写真もついてないじゃないですか。ね、某 C 国の人が随分やってたってなんか問題になってたこともあったけど、だから、保険の方もね、この財政がもう大変だとかいろいろあるけど、まあ、それでもね、そういうのに、そういう行政のね、サービスを受けられるっていうのは素晴らしいことですよね。うん。あとは、そうね、出られないってね、それはもうわかるな。ただね、なんていうのかな、その安全なとこ、治安もいいですよね。そういうとこに治安もいい。国からも守られてる。その守られてる中で平和に、言い方悪いけどね、平和に息して、飯食って、うんこ出してる。それで満足できないっていう人たちもいるわけですよ。違う世界に出たいっていう人たち。まあその中にはね、最初に言ったように若い姉ちゃんの尻を追っかけてっていう人もいるだろうし、いろんな国に出てる人いますよね。日本のそういう、セーフティーネットに引っかからないような状態になってしまっても、やっぱり違うところに身を置きたい。生きてる間って、なんていうのかな。限られてるじゃないですか。短いじゃないですか。人生なんて。その中で行きたいところで生きていたい。住んでいたい。自分の好きな空見てたい。好きな海見てたい。好きな人に囲まれてたいっていうのがあるわけですよね。だから日本からこの安全な状況の中から出たくないっていう人は、その方がいいと思います。ただそういうのにね、そういうのっていうか、その何もない平和なところ、何もないって言い方がおかしいか、何も起きない平和なところにいるんじゃなくて、なんか、刺激を求めるっていう言い方が合ってるのかどうかわからないけど、まあそうなんだろうな。刺激を求めていろんな国に出てきたいっていう人もいるわけですよね。だからそういう人をバカだっていうのは僕は感心しないな。僕はバカですけどね。はい。今日はちょっとね、こんなことにお答えしてきましたけど、若い姉ちゃんのケツを追いかけててしょうがないですよね、これはね。男が、まだまだ男である証拠かな。若い男のケツを追いかけてフィリピン来てる、おばちゃんたちもいますけれども、どっちもどっちかな。
今日はちょっとこんなバカな話しました。今日この辺で失礼します。